アルノタウルスは白亜気候期に現在の南米大陸に生息した獣脚類の恐竜の一族である。人間との比較全長は7.5から9メートル、体重は推定1.35トン、1.5トン、2トン、2.1トンと変動している。いずれにしろ大型だが軽量な種であった。アベリサウルス科の恐竜は研究が進んでいないこともあり、 他の種類もカルノタウルスに匹敵する可能性はあるが現在把握されている範囲ではカルノタウルスはどうかでも最大級であり2016年の研究ではカルノタレウルスを体長7.8メートルと推定するとこの数値よりも大きいのは体長8.9メートルと推測されたピクノネモサウルスだけであるこれまでに発見された化石の部位骨格標本カルノタウルスは 目の上に大きめの円錐状の角を持つ。角のある肉食の獣脚類としては、角のあるトカゲという意味の名を持つケラットサウルスが存在するが、こちらは鼻先にあるコブ程度のもので、角ウ類以外でこのような特徴を持つものは見られない。この角については、捕食の際、獲物の対抗に傷をつけ、それを押し広げる、同種族間での儀式的闘争に用いたと。 様々に解釈されているが結論は出ていない。またカルノタウルスの頭蓋骨は前後に極端に短く長さと高さがほぼ同じでこれだけでも他の獣脚類と区別できる特徴となっている。カルノタウルスの皮膚印象化石カルノタウルスは皮膚印象化石が発見された唯一の肉食恐竜である。皮膚の印象化石が残っており その結果恐竜の皮膚組織について詳しいことが分かったため、それまで想像でしかなかった皮膚組織の詳しい研究が進むことになった。走行に適した発達した後足を持つ一方で、前肢は4本の指を持つが、ティラノサウルスよりさらに短く、特に前腕部の縮小が著しく、上腕部から直接指が生えているようにも見える。微大大菌は地球の生物史上最大であり、 小回りが効かないが、大型重脚類でも最も速く走ることができた一種でも、あった。発達した脚部と尾の筋力と構造は、ティラノサウルスにも似ているとされる。また、同じ科学者の研究により、ティラノサウルスにも強力な美大大筋と脚力がある、ことが発見された。ありがとうございます。